護衛駆逐艦、護衛駆逐艦、護衛駆逐艦、デストロイヤーエースコートは、軍艦の艦種。第二次世界大戦中のアメリカ海軍で、商船護衛の目的で建造された小型の駆逐艦を、言う。種として、対戦船に使用されるが、航空機や小型艦艇からの攻撃に対しても使用された。同様に護衛駆逐艦と訳される艦種、エスコートデストロイヤー、リガールが、 こちらは戦後に従来の駆逐艦を対戦艦に転用したものである。1939年の第二次世界、対戦勃発直後より連合国軍の対戦護衛部隊とドイツ海軍 U-BO との間に大西洋の戦いが展開された。イギリス海軍ではもともとロンドン海軍軍縮条約での制約が駆逐艦よりも緩いスループを戦断護衛に従当する更新で 1931年度から1934年度計画でグリムス B 級、1933年度から1936年度計画でビターン級、1936年度計画でイーグレット級、そして1938年度計画でブラックスワン級と順次に整備が進められていた。また1938年度から1939年度で、 第一次世界大戦世代の VW 級駆逐艦にレーダーや単身技、対戦兵器などを搭載して護衛艦とスルウェア回収を発動するとともに39年度計画では心臓により半途級駆逐艦の整備に着手しておりいわゆる護衛駆逐艦の行使をなすものとなった。しかし第二次大戦壁等の戦闘で少なからぬ護衛艦が失われるとともに フランスの疾患によって、フランス大西洋岸に U ボート基地が設営され、潜水艦脅威は非常に深刻なものとなっていた。これに対応して、まず1940年、駆逐艦、基地協定に基づき、アメリカからイギリスカナダ海軍に対して、第一次大戦世代駆逐艦50隻、いわゆるタウン級駆逐艦の対応が行われた。続いて、 より包括的なものとして1941年3月に成立したレンドリーイスポーに基づき、イギリスはアメリカに対して新型の戦団護栄養駆逐艦の発注を行った。一方アメリカにおいても1940年6月、フランクリン・ルーズベルト大統領はフランク・ノックス海軍長官に対して排水量750トンから900トンの2種の 護衛駆逐艦建造案の検討を指示し、海軍省艦船局の第一案は、同年8月24日に完成し、排水量775トンであったが、1620トンのベンソン級駆逐艦とほぼ同じ程度の建造費を要したことから、海軍最高会議の承認を得られなかった。その後、1941年2月の時点では、大西洋西部での戦団護衛を任務とする。 護衛艦の設計が行われていた。当初、これは、基準1,125トン、蒸気タービン式、38口径5インチ砲を二門搭載の計画であったが、要求を満たしていないとして、5月には、この建造は中止された。しかし、同年6月、レンドリースポーに基づき、イギリスから、護衛艦100隻の建造、引き渡し要請が行われると、この設計が見直されることになった。 当時、抜群の造船艦として知られた、艦船局の大佐が、大英中であり、イギリス海軍の支援のもと、半渡級等も参考に、ベンソン級の約半分の建造費で済む1085トン型護衛駆逐艦の設計を完成した。7月に海軍と社が設計した、イギリス向け護衛駆逐艦、BDE の案は、手法を変更した以外はこれらの設計を踏襲した、ものであった。 8月15日、ルーズベルト大統領は BDE の建造を承認し、これがアメリカの護衛駆逐艦の行使となった。BDE の設計はイギリスの予防を強く反映したものとはいえ、基本的にはアメリカ海軍の駆逐艦を簡素化する形で進められており、戦型も米海軍駆逐艦で多用された平ら艦艦型とされた。また、 先行する、英海軍のフラワー級コルベットが捕鯨船など、民間船をモデルとしていたのに対し、駆逐艦の簡易版という性格から、護衛駆逐艦はいずれも、軍艦構造を採用している。当初の設計案では、艦隊駆逐艦と同様の上機タービン主機関の採用が計画されていた。しかし、歯車減速機の歯切り能力不足のために、 護衛駆逐艦への供給が間に合わないことが判明し、これを使用しない電気推進艦やや、ィアードディーゼル艦も多く建造されたほか、運用実績、戦訓を反映して、順次に改正が加えられたことから、下表のように、それぞれ少しずつ異なる設計を採用した6クラスが、建造されることとなった。アメリカが第二次世界大戦に参戦し、対潜水艦船において、 護衛駆逐艦が最適であることを確認すると、建造された護衛駆逐艦の5分の4がアメリカ海軍の所属となり、5分の1がイギリス海軍に引き渡された。艦隊型駆逐艦が25キロトン30キロトンの高速力を求められるのに対し、護衛駆逐艦は、小船護衛、自衛隊空戦闘及び潜水艦の追尾、 攻撃に必要な最低限の速力を持っていればよかった。また、艦隊型駆逐艦が耐水上戦耐潜水艦作戦や機動部隊護衛で有効な一方、護衛駆逐艦はサイズ、コスト及び乗員などを比較的低く抑えながら大量に建造できることなどの点で有効だった。コルベットなどよりも航続距離が長く、 沿岸対戦作戦で有効な点でもこれは同じである。一部の艦はイギリスだけでなく、自由フランス海軍にも提供された。戦後、護衛駆逐艦の役割は公用護衛艦、公用護衛艦に引き継がれた。により、公用護衛艦は紹介フリゲート、PF と統合されフリゲート、FF に再分類された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。